のお相手はカンタをラボット君です。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ本日例のもうあれです、はい、例のあれです。長かったね、はい、大変でした、はい、なもう早速見ててください。どうぞご覧ください。はい、それでは早速 HSGK マーガハリ作成していきます。どうぞ。まずはこんな風に分割したパーツの処理を行っていきます。こういう風にこの箇所分かりますかね。まあこれクリアレジンのパーツなんですけど、こんな風にね穴が開いたりとか、まあガレージキットよくあるんですけど抜きの影響でね、傷ついたりするんで、そういうところをちょっと修正していきます。でクリアレジンの場合は今回はこの UV レジンを使って修正していきます。こう少量取って、で穴が開いてる部分に塗りつけて、でこの後、この UV ライトを使って固めていきます。シャキンと。でこの後15秒ぐらいかな、まあしっかりと硬化するまで、まあ、手でねたまに触りながら、紫外線を当てて、で固まった後はこういう風にナイフとヤスリを使って修正していきますね。そういえば今回名乗り忘れていたので、本日制作していきますのは、最近声を入れるのよりも声を入れるのにも慣れてきて、噛んだ箇所もそのまま流してしまっているラボットくんです。よろしくお願いします。それでは気を取り直して次のパーツやっていきましょう。で次は通常のレジンパーツですね。ここ分かりますかね。ちょっとね画面じゃ少し見にづらいかと思うんですけど、ここにも穴開いてますね。でこういう穴を処理する際に、まあパテで埋めるんですけど、その前にこんな感じでね、まあナイフだったりを使ってグリグリと穴を一旦広げます。でまあ理由としては、まあこういう穴ができる原因としては、カッターにねレジンを流した際の気泡が残っちゃったりしてるんですけど、表面はね小さな穴でも中に大きなね穴が開いたりするので、まずは一旦穴を大きくして、その後に今回は瞬間硬化パテを使って埋めてってるんですけど、見えてませんと。これね、あ今見えましたね。はい、で硬化スプレーで固めて、でちょっと持ったぐらいの部分をまた見えてませんが、ヤスリで、あそうこんな感じで処理していきます。表面が綺麗に整ったらOK です。で、傷があるパーツの処理が終わったら、次はヤスリがけをしていきます。で、今回は通常レジンパーツは800番。で、クリアレジンパーツは2000番までヤスリがけをしております。で、このヤスリがけのシーンは、地味なので、大幅カットです。全体がヤスリ終わったら、次は洗っていきます。で、今回というか、まあ僕はこの中性洗剤、液体クレンザーを1対1で混ぜたものを使ってます。こんな感じでよーく皿の上で混ぜて、で、まあ、クレンザー使ってるんでね、念のため手袋もしっかりしておきましょう。今回使ってる中性洗剤はピンクグレープフルーツの香りです。いらんか。で、なんで洗うかというと、まあ、知ってる方もねいらっしゃると思うんですけども、ガレージキットっていうのは型にレジンを流して固めてパーツを作るんですけども、その際に型抜きを良くするために離型剤って言われるものを使われてます。でこのボックスさんのキットはね、この離型剤ほとんどついてないんですけども、一応念のため今回洗ってます。でこれの離型剤がよく剥がれてない、よく洗い切れてないと、塗装する際にねその部分にもう塗料を弾いたりとか、あとはせっかく塗った塗料がねパリッと剥げちゃったりするんで、ここは入念に、で僕はもうこのボックスさんのであろうと何であろうと入念に洗ってます。おり。はい、こちらはパーツの入浴後のシーンでございます。お肌もすべすべ、パーツもスッキリとした表情をしているように見えませんか。まあ洗い残しがないように気をつけてください。この後しっかり乾燥させますね。
次は、ガレージキット最初の山場でもある軸打ちをやっていきます。で、この軸打ちがしっかりとできてないと、後でバラバラと崩れちゃったりするんで、しっかりとやっていきましょう。今回は2ミリと1ミリのピンバイスを使って穴を開けていきます。で、こう足の部分、今の足の部分であったりとか、あとは手首であったり、足首であったりとか、しっかりと固定しないといけない部分は2ミリ。で、細かいパーツは1ミリで今回は穴を開けていってます。で、こんな感じで開けた穴に真鍮線をしっかりと差し込んで、で、まあ適度な太さにカットしていきます。で、これを延々と繰り返していきます。で、カットする際にはね、こんな感じでしっかりと持ってやらないとピンとどっか飛んでっちゃうんで気をつけてくださいね。で、軸打ちをする際、穴を開ける際、これが苦手ってね、言われてる方も結構いらっしゃるんですけども、まあポイントとしては、もうゆっくりでいいです。一気に開けなくてもいいので、しっかりと直角に穴をまっすぐと開ける。で、この今のかかとの部分、今持ってる部分ですね。この部分少し斜めになってるんですよ。接合部分が。その斜めの面に対して直角に開けてあげる。で、しっかりと反対側も直角に開けてあげるっていう風に意識しながらやるとしっかりとね、接合されて、まあ軸打ちもうまくいくと思いますね。で、まあ深さ、あとはね、軸打ちをする深さなんですけど、まあパーツにもよります。薄いパーツとかやったらね、ちょっとしか開けれなかったりするんですけど、しっかりと厚みのあるパーツだったら、まあ5ミリから1センチぐらいの深さを開けて、で、そこに軸である真鍮を通していくって感じですね。で、同じようにね、延々と、まあ、パーツを、穴を開けてってるんですけども、次は1ミリのパーツですね。まあ、こんな感じでね、穴を開けては軸を打ち、組み立てるって作業が続きますので、この部分は大幅カットです。はい、こんな感じで全部の軸打ちが終わりましたんで、一旦組み立てていきます。まあ、あくまでね、仮組みの段階なので、接着剤とかは一切使わないです。でも、しっかりとね、軸打ちを行っとくと、この段階でもしっかり組み立てることができます。まあ、黙々とね、組み立てていきますよ。まあ、もうこの段階でかっこいいですよね。なんかもうね、塗らずに満足しちゃいそうというかね。で、まあ、一部パーツに関しては、後でね、接着で留める部分もあるので、マスキングテープとかも使ってます。でっかすぎてね、ちょっと画角変えちゃいました。クリアレジン、かっこいいね。で、こういう風に、組み立てて、一旦、仮組みの完成です。まあ、腕ついてないけどね。腕の部分はね、独特の関節してるんでね、組み立てるのすごい怖かったです、この時。で、肩のパーツをつけて、剣を添えたら完成ですと。はい、出来上がりではないですんで、ここで動画を止めないでくださいね。で、次はこれにサフをかけて塗装の準備をしていきます。別の角度からもこんな感じです。で、こちらがサフェサをかけた状態です。ノーマルのパーツにはグレー、で、透明のパーツにはクリアのサフェサを使っております。で、今回使用したのは、ボックスさんから発売されている GK サーフェサーっていうのを使っております。ガレージキットをね、作る際の注意点として、通常のプラモデルにね、使うようなね、サーフェサーだと、食いつかないで後で剥がれちゃったりするので、ちゃんとガレージキット用だったり、プライマー入りのものを選んでください。詳しくは、別の動画で、こういうガレージキットを作る際には、こういうのが必要ですよっていうのを挙げてますんで、できればそちらもチェックしてください。では一旦、サフ状態での、全体図をご覧ください。今回ね、通常はサフをしたままそのまま塗装に入るんですけども、やっぱりこのキットね、サフの段階で組み上げたものもかっこいいので、一度組み立てました。なので、じっくりとご覧ください。
はい、ぐるぐると完成形のように回しておりますが、まだまだ終わりません。動画はまだ半分です。なのでここで止めないでくださいね。で、この後に塗装に移っていきます。ただね、この状態でもかっこいいんでね、なんかもう一体ね、この状態で飾る用欲しくなっちゃいました。では塗装へどうぞ。まずは腰のパーツ、胴体のパーツかな、を塗っていきます。下地に EX ブラックにクリアを混ぜたもので、テッカテカの光沢の下地を作っていきます。この段階でね、もうツヤツヤになるように塗っていきます。次は先ほど塗った箇所に、このショーアップさんから新発売されたリアルクロームライトでメッキ調に塗装をしていきます。で、こういう風なメッキ塗料を使う際は、一気に吹き付けずにね、ゆっくりと優しくふんわりと吹き付けすぎないように塗っていきましょう。まあ、そうするとね、こんな感じでメッキメキ？ん？テッカテカ？ギラッギラ？なんて言うかな？まあ、メッキキラッとした感じにね、綺麗に仕上がると思います。次は一部のフレームパーツにショーアップさんから発売されてるベースカラーブラックを塗っていきます。で、このベースカラーブラックを塗った箇所は、後で同じショーアップさんから出てるスパッタークロームというちょっと黒みがかったメッキ塗料を塗っていくので、で、この塗料ね、少し強いので、強い塗料のベースカラーブラックを使っております。この手の部分なんかもね、しっかりと黒くして、で、この後にメッキ塗料を塗っていきます。次に、それ以外の外装パーツを先に塗っていきます。今回は、このニュートラルグレー3にブラックを混ぜて、少し濃いめにしたグレーを吹き付けていきます。で、ここもね、しっかりとツヤが出るように丁寧に塗り重ねていきます。最終的にね、全パーツ今回は光沢仕上げにするので、もう最初の段階からツヤには気をつけて塗っていってます。ツヤありのね、仕上げをしたい場合、最後にクリアを塗るだけではなくて、もう最初から塗る段階でしっかりとツヤを出すように意識して塗っていきましょう。で、今塗ったグレーのパーツの仕上げに、ガイアカラーから出てますパールシルバーを塗っていきます。で、このパールシルバーを塗る際なんですけど、しっかり吹きつけるとちゃんと銀色になります。なので下地を活かして今回は仕上げたいので、吹きつけすぎないように適度なシルバー感、パール感が出るぐらいで抑えております。ただね、こう抑え気味で塗る場合ってのは、パーツパーツでね、ムラができたりするので、まあその点は注意しながら塗ってってます。吹き付けすぎず、ただ吹き足りなさすぎずみたいな感じで塗ってってます。続きまして、次はメインフレームの方を塗っていきます。今回使用する塗料はガイアカラーの、ミディアムブルー、それにミスターカラーの黒鉄色に、ガイアカラーの、スターブライトシルバーを混ぜたものを使っていきます。で、今回ね、色の調色なんですけども、まあ、色見本ではなくてね、設定資料の方を参考に色を作りました。なのでね、設定資料では今回フレーム色、少しね、青みがかったグレーに書かれてるので、まあ、それにメタリックを加えたような色調にしてます。よく見ると少し青が、まあ、見え隠れするグレーに見えるんじゃないでしょうか。で、仕上げに今度は、ショーアップのクロスファインパープルという、まあ、パール塗料をうっすらとかけて、光の加減でパープルに
輝く仕上げにしております。続いて塗っていくのが、最初の頃にね、手のパーツとか、まあ黒のベースカラーを塗ったところに、スパッタークロームというショーアップさんのメッキ塗料を塗っていきます。このね、スパッタークロームなんですけども、メッキではあるんですけど、黒みがかったまあちょっと怪しげというかね、結構かっこいい色調なので、まあよく僕は使ってます。で、今回こんな感じで黒よりちょっとまあ重厚感のあるメタリックに仕上がってると思います。はい、フレームも塗り終わったので、いよいよここからメインのクリアパーツの塗装をしていきます。まずは外装に下地としてクリアブラックとクリアグリーンを混ぜたものを塗っていきます。で、クリアパーツなんですけども、磨いただけだとね、しっかりとねクリアにはならないんですけど、これまあ見てってもらうとわかるんですけど、クリアのね塗料を吹き付けていくと、しっかりと透明度が、浮かび上がってくるのがわかりますか。こんな感じでツヤツヤとねして、そう、まるでメロンキャンディーのようなね、美味しそうな仕上げになってってます。どうですか、メロンキャンディーの出来上がり。まあ冗談はね、こんな感じにして、でこういうクリアレジンパーツ、今回はね2000番でまあ研いで、でその後クリアのサーフェサーをかけた段階ではまだこんな感じにね曇ってるんですけども、まあ安心してください、ちゃんとクリアのカラーを乗せていくとこういう風に透明度が出てきます。なので、まあ最初の段階でね1万番とか、それこそもうコンパウンド使って磨き上げないとってことはないのでね、まあ作る際にはそんな風に思っといてください。で、こういう風に下地を作っていきます。綺麗にね均一に吹き付けるように気をつけてください。全体にクリアカラーが塗り終わったら、続きましてこのマジョラカラーセイファートを塗っていきます。こちらショーアップさんから出てる塗料なんですけども、お値段なんと1瓶3080円します。高級塗料です。ただしね、今回は高級ガレージキットですので、塗料も惜しみなくやっていこうと思います。使っていきますよ。で、今回の塗り方なんですけども、まあこのマジョラカラーね、薄く何回も吹き付けるっていうのが基本的な塗り方にはなるんですけども、まあ、ベースカラーの上から、まあ、今回はね2回塗り重ねてます。あまりね塗り重ねすぎて、透明度がね失われない程度に、かつまあマジョラのねやっぱりその偏光塗料のきらめきっていうのが残るぐらいで、あ、2回じゃない、今回はね3回吹き付けております。で、マジョーラを塗り終わったら、次はこのクリアブラックをさらに上からコートしていって、全体の色調をワントーン落としていきます。まあね、このままね仕上げるとやっぱり少しね明るすぎたので、まあ、上からクリアブラックをコートしてあげることで、中にねきらめきを残しつつも、まあ重厚感のあるような印象、色調になるようにイメージして塗ってます。はい、まだまだ終わりません。次に全体をマスキングして、裏地にフィニッシャーズのクロームシルバーを塗っていきます。このシルバーなんですけど、まあ、隠蔽力が決して高い塗料ではないです。で、その部分をね、うまく使って、まあ、全体にシルバーには見えるけれども、光を通すとね、後ろが透き通って見える、まあ、まるでマジックミラーのような、塗装をしてます。なのでね、まあ、ちょっと今塗ってる段階ではわかんないんですけど、角度によって中身が見える。でも角度によっては、下地のシルバーだけがまあ見える、隠蔽するみたいな感じの仕上がりを目指してやっています。なのでね、薄くかつ全体に、シルバーが乗るぐらいで止めるで塗り方をしています。
はい、塗り終わったんでムキムキしていきますね。この段階でね、やっぱりはみ出しとか上がるとね、もう何層も塗ってるんでね、ちょっと疲れちゃうんですけど、今回はうまくいってるみたいですね。こう上から見ると、クリアの下にシルバーが見える感じで、でこれ光を通すとね、さらにねその下まで透き通って見えるような仕上がりにしてます。ちょっとねこの画面だけじゃちょっと見づらいんですけど、まあ実物見てもらうとね一番良いので、まあ、お近くの人はぜひお店まで見に来て確認してください。はい、さらに塗り分けていきます。ここのねパーツは全体的にまあ青で、中にねまああの白身が残ってるようなまあデザインだったので、まず先端にアルティメットホワイトをクリアカラーで伸ばしたものを真ん中に塗っていきます。ちょこっとだけね塗ります。はい、続いてアルティメットホワイトを今度はその外側にしっかりと塗っていきます。真ん中だけちょっと薄くて、外側はしっかりと白が発色するイメージで塗っててます。少しねまあ画面じゃ見づらいかもしれないですけど、まあグラデーションで真ん中がちょっと下が透き通ってて、外がしっかりと発色してる感じですね。それ以外の部分ですね、マーキングの白い部分であったりとか、あとは頭のてっぺんの白いパーツのところも一緒に塗っていきます。でこの白をね、まあ、一見すると真っ白なんですけども、まあ最初ちょっと見せたようにブルーを少しだけ入れてます。まあそれでね、まあクールホワイトみたいな感じの色調にしてます。でまあ雫の形をしたところに仕上げにクリアブルーを塗っていきます。これも外側から徐々にグラデーションをかけて、まあホワイトポイントを残す感じで塗り上げてます。グッジョーブ。はい、次はさらにマスキングを重ねて、今度は白枠の中の黒い部分を塗ってってます。あとはね頭もさっき塗ったところもさらにマスキングして黒い部分を塗っていってます。こんな感じでね、もうほぼマスキングで埋まってますね。さらに重ねマスキングで次は金色を塗っていきます。先端のところと頭のマークの部分がね、まあ、金色なので、でその上から金色の中心部分にクリアレッドを塗っていきます。あとはね先端の丸い部分も一部クリアレッド、まあメタリックのねレッドなので塗っていってます。で次は肩の模様をフィニッシャーズのソニックブルーにガヤのホワイトを足してちょっと水色にしたものを塗ってってます。もうねここまで来るとマスキング地獄です。もう一回言う、マスキング地獄でございます。ただねもうあとはこんな感じで塗った部分を剥いでいく。どうですかね、こういう感じでね真ん中にホワイトが残っていい感じに仕上がってるんじゃないでしょうか。まあねこれもう剥ぐときねもう怖い、ここまで来てね手直しとかあるとねすごい疲れてるんでね。ただね今回こんな感じで綺麗にマスキングできております。グッジョブ。はい、ではいよいよ仕上げです。仕上げには今回使用したのはショーアップさんの一液ウレタン、これでトップコートを拭いていこうと思います。でウレタンの拭き方はね別の動画でもね、まあ、軽く紹介してるんですけども、まずは1層目こんな感じでね霧吹き、もう全体を塗るっていうよりはもうふっふっとかけてね、まあ、まずは霧吹きをしていきます。で色乾燥、こんな感じで手で触っても大丈夫ぐらいまで乾燥したら2コート目は全体が濡れる程度で止めてください。全体がちょっと濡れてきたかなぐらいで2コート目は止めてください。ここでね塗りすぎちゃうとね液だまりとかが起こったりするので気をつけてください。あとはね下地をね一気に塗ると浸食しちゃったりもするんでね。で3コート目、
もうここまで来ると3コート目はもうしっかりとツヤが出るまで全体的に一気にかけていきます。全体がツヤっとするぐらいまで。ただね、かけすぎには注意してくださいね。で、ツヤがこんな感じにツヤツヤに仕上がっております。で、右がかけたやつ、左がまだのやつ、こんな感じに3コート目と2コート目の違いがわかるかな。はい、完成したと思ったでしょう。実はね、こっからさらに研ぎ出していきます。もうね、そのまま仕上げちゃってもまあいいぐらいのツヤが出てたんですけども、せっかくなんでもう妥協せずに磨いていきます。で、まずヤスリは水研ぎで4000番6000番で、その後にコンパウンドで、まあ、しっかりと磨いていきます。ここに何時間かかったかはもう言わないで、動画ではサクッと済ませちゃいましょう。はい、で研ぎ出しが終わったので、最後はこのミスターハイコーティングを使って拭き上げていきます。どうでしょうか。頑張った甲斐があるツヤが出てるんじゃないでしょうか。やっぱりね、もう光沢仕上げでガレージキット、高級キットというわけで、最後まで妥協なく仕上げていって、こんな感じです。ずっと眺めてれるよね。ではラストスパートで組み立てていきましょう。今回はエポキシ系の2液を混ぜるタイプの接着剤を使っています。で、まああとはね、組み立てていく途中で強度が必要なところはこの接着剤、それ以外の細かいパーツは瞬間接着剤を使って組み立ててます。で、もうあとはね、まあ本来はね、ちょっともうゴム手袋とかね、革製の手袋とかした方がいいんでしょうけど、ちょっとね、やっぱりこう滑ったりするのが怖いので、素手で作り上げております。ではもう制作工程をお楽しみください。あと少しなので最後まで全部見てね。こちらは胴体と腰のフレームパーツですね。このまあメッキ、クロームメッキ、スパッタークロームの、まあ、黒いメッキと銀色のメッキがね、うまく重なってかっこよく仕上がってるんじゃないでしょうか。ここからは超高速で外装パーツをつけていきます。テキパキとやっていきますよ。でね、この段階でね、結構細いパーツとかもあったりするんでね、油断してるとね、ポキッと折れちゃったりもするんで、そういうのは気をつけながら細心の注意をね、測りながら組み立てていっております。あとは腕と頭部パーツ、肩パーツをつけたら完成です。疲れましたね。長らく長時間お付き合いいただきありがとうございます。で、今回作っていったのは私ラボットくんです。私ね、5スター大好きなんで、今後もモーターヘッドのガレージキットだったり、ゴティックメイドのガレージキット、プラモデルで、もちろんね、ガンプラ、他のプラモデルもね、どんどん作っていきますんで、今後ともつくラボチャンネルの方をよろしくお願いします。では本日はありがとうございました。この後完成動画流しますんで、じっくり見ててください。
いかがでしたでしょうか。もうめちゃくちゃ綺麗でしたね。もうね、すごくやっぱりね、気を使いました。何せね、キットの値段が値段なんでね。そうですね。ちょっとね、はい、やっぱり、ただまあその分ね、しっかりちょっと細部までね、作り込めたんじゃないかと思います。うん、ただね、やっぱり実物を見ていただきたい。画面じゃね、やっぱ伝えきれない部分がすごくたくさんあるので。そうですね。なので、まあ、お近くに来られた際だったりとかは、もう本当に、気軽にお店の方に来ていただけたらと思うので、このバーグハリーを生で見たいと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ラボットくん頑張ったなって思った方は、ツイッターの登録もよろしくお願いします。